はい、長十番ですね。長十番の、シミ抜きですけど、これはまあ長十番は長十番でも、これは振り袖用になりますかね。どこだったかな。これか。袖が長いんでね、振り袖用になるんですけど、残念なことにですね、まあ、この周辺だけなんですけど、このまあ肩の部分になる、肩というか首筋かな。になるんですけど、残念なことにここだけまあシミが、まあ、変色したシミが、発生しています。これはまあ着物独特のシミでね、まあ、加工されているノリに、カビノリがまあかびった状態ですね。まあ、こういうのはまあ着物によく見られるシミなんですけれども、まあ、通常ね、結構こう広範囲にわたってつくことが多いんですけど、まあ、たまたままあこのまあ周辺だけということで、まあ、比較的軽症ではあるんですけど、まあ、とりあえずやってみますんで、はい。割とね、地色もしっかりしてそうなんで、多分後で染色補正する必要もないと思うんですけど、なかなか1回じゃ取れやんな、やっぱり。
な感じ。これ以上追い込むとね、やはり、まあ、染色補正してっていう方法もありますけど、まあ、この辺で妥協して、まあ、やめておくか、まあ、もう少し頑張って抜いて、まあ、おそらくこれ以上やるとね、地色がもう少し、抜けてきますんで、まあ、後で色を入れるか、まあ、どちらかの選択にはなるんですけど、まあ、こんな感じで綺麗にはなりますんで、まあ、とりあえずここで切ってもらおうか。